皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっと調子に乗って先週は時間をオーバーして喋りましたけど今日また続きをちょっとお話をしたいんです、はい、よろしくお願いします。で、何を話したいかというと、私たちは今の自分たちの価値観で物事を、うんうん、決めつけたり判断するのは良くない。で、なぜかというと孫文が中華民国を作るまでは特にチベットと中国の間においてはある意味で平和がずっと続いてるんですよ。喧嘩してない。で、なぜかというと、中世から近代までは神権政治って、神の権力の権、神権政治、神が認めた人が王様になる。だから例えばモンゴルの人たちが腕力というか、武力、うんうん、あるいはその軍事的な力があってもですね、王様として人々が納得するためには神様の後押しが必要ですよ。自分も権威づけるために必要なんですよ。だからこの前石山先生はそれをそれぞれの歴代 の, モンゴルの藩たちとか中国 の, 皇帝に対してですね、ある意味でダライ・ラマ法王がその真剣、そこの人は皇帝であるということで権威づけのために彼らはね、その法王のお力にすがむわけですよ。で、一方そのチベットは例えばダライ・ラマ法王を頂点とするのは軍隊持たない、はあはあ、もう平和主義だから、ええ、仏教の場合には人間の権利、私たちは人権っていうのは非常に重要ですけれども、仏教になるとね、生命の尊重というのは人間だけじゃない、あらゆる生命のを尊重しなければならない。例えばその小さなアリもね、小さなアリなりに精一杯生きようとしてる、アリにも愛がある、自分の子孫を残そうとする、本能的な愛はある。だからそういうことで歴代 の, チベット、特にその16世紀ぐらいになってからダライ・ラマ制度ができてからトップがお坊さんですから、ですから例えば私たちは中国と今でもですね、宣戦布告してないんですよ。中共と中国共産党が軍隊入ってきても、はい、ゲリラ活動で抵抗したけど、はあはあはあ、戦争 してない。で、なぜかというと国家元首が宣戦布告しなければ戦争にならないんですよ。で、法王がね、してないんですね。そうです。で、法王が戦争しろなんて言うはずもないんですよそれはそうだ、ですからその辺のことはやっぱり理解する必要がある。それからもう一つは、今私たちは今日の世界から見て例えば中東の国々みんなイスラム国家だと思ってるけど、もともとはアフガニスタンまで仏教だった。そのイメージが今ないですね。ないでしょ。だからバミヤン の, 石仏とかそういうものを破壊された時に、もしあれがですね、他の宗教だったらすごく文句言ってますよ。仏教の人はみんな寛大ですよ。なるほど。大きい石像が壊されましたね。それは、だから中央アジアのイスラム教徒と、それから南の方の例えばインドネシアまでも仏教が流行ったんですよ。だからそれが厳しいアラブの世界と、そしてその中東およびその仏教が流行ったところの同じイスラム教徒でもやっぱり多少違いますよ。で、そういうこともですね、今回の勉強会で、例えば東トルキスタンのイリアムさんからね、ダライ・ラマ13世に対して当時のトルコ独立運動をやったリーダーが助けてくれと言った時に、我々はちょっとできないけど、ちょっとモンゴルに紹介しましょうと。で、モンゴルは昔から金剛宗、金剛菩薩 の, 化身、中国は満州の人たちは文殊菩薩の化身、満州文殊で、チベットのトップは観音菩薩だということで、で、それを、そういうことを中央アジアにおいてはそういう思想がある、それからもう一つは
あのダライラマ法王の場合にはチベットだけの法王ではないですよ。その各菩薩のモンゴルもそうですし、はい、それから今のあのロシアの中のカムクとかブリヤートとか、それからヒマラヤ領域において仏教が非常に多いですよ。でそれらの人たちみんなチベット仏教をの流れを組んでるし、彼らにとってはやっぱりあの誰でも法王は法王ですよ。政治的な王様ではないけど宗教的に法王、まあ、あのカトリックの人たちにとっては世界中どこにいてもカトリックの法王は法皇ですから、それと同じような考えですよ。そういうことをやっぱりあの歴史的背景を知らないと理解できないと思う。でそれをあの宗教そのものがアヒンだと言っている共産主義と、それからアメリカ合衆国の制度に憧れて、共和制を作ろうとした孫文、はい、彼らには理解できなかった。あそれともう一つ英国がやっぱりですね、英国がインドを東アジア会社を作って、そしてその植民地支配している時に一番怖いのはロシアですよ。で中国は怖くないです。なぜかというとアヘン戦争でもう英国勝ったから。あそれで英国はヤングハズベンの衛星隊を送って、でチベットと不平等の条約を結んだんです。同時に英国はロシアと条約を英露協商、英国とロシアの商業自由の商業をできるということと同時にチベット、それからペルシア、今のイラン、アフガニスタンなどに関する協定を結んだの。でその時に英国は自分たちがそのペルシアとかその辺の総資金があると、向こう側はロシアにある、でチベットの総資金は中国にあるって勝手に そこで決めたの。でしかもその時に初めてですね、総主権という国家の主権の上にもう一つ主権という会社で言ったらね、はい、取締役社長の上に会長を作るようなそういう発想で勝手に決めたの。でそうすると中国もですね、あそうだ我々に総主権があるんだというようなことで1910年頃に初めてクレームをつけて軍隊、クレームをつけてきたの。中国がなぜ、はい、でもね同じく また1907年に英国は中国とも条約を結んでるの。わ条約を結んで総主権は中国にあると、チベットの。それで中国はチベットの総主権自分たちが偉いんだということで、主権の上にもう一つ国権力があると。ところが中国でその10年に中国の軍隊が入ってきたけど、11年に辛亥革命が起きた。でこれの機にチベットは中国人、チベットにいる人みんな追い出しちゃったの。なんかやっぱり結局最初に悪いのは欧米の植民地主義というか、そう、それがこう中央アジアからアジアに入ってきたのが非常に問題だったような、だから、はい、もちろんその中国が悪いけど、その悪い中国にその悪い考えを与えたのは英国イギリス悪いな、それに十分に対応できなかったチベットも、ある意味ではね、やっぱりその時に軍隊なかった、何にしてもね、せいぜいあって国境警備隊と誰の方 の警備の隊しかなかったから、そういう意味で近代国家、周りが全部近代化していく。で1950年代にダライラマ制度が始まって、それから正確には1950年中華人民共和国が入ってくるまではチベットは鎖国政治を取ったんですよ。鎖国政治を取るということは
主権国家だから外国人入れないんで、でそのためにあの川口英会先生、多田東寛先生、青木文鳥先生、あの木村先生、西川先生、みんなお坊さんに化けたりしてチベットに行ったので、お坊さんは歓迎です。で一つはですね、あの宣教師、あのデジリさんとか宣教師が来て、あの宣教師はあの誰のも法に対して、あなたたちの宗教間違っていると、私正しい宗教を教えたいからと言った時に、あの法は分かりました、その前に私たちの宗教が間違っているという、その宗教をあなたが勉強して私の学者と討論してくださいと。わ、で討論に負けたら私も含めてあなたの宗教にあの入りましょうと。ところがそのデズリーというあの神父さんがいくら勉強してもね、チベットにはその彼はまだ仏教ということをよく知らない。だからあのお坊さん、ラマを中心とする宗教があるからラマイズムって言ったの。あ、でそのラマイズムが中国語によってラマ教になって、日本でそのままラマ教、僕たち日本に来た時はまだねチベット仏教と言わずに、あ、ラマ教って言葉ありました、そういえば。でしかもね、トップにダレラマ法がいらっしゃったり、それがパンチンラマいらっしゃったりするから、誰が聞いてもなんとなくラマイズムというのがあるという、ラマの宗教だなという、ね、それは確かにね、あのチベットはあのラマということを重視します、うん、あのグルーということは非常にあの自分たちそれぞれに大小のグルーが、ラマがいて、そのラマは自分にとって人生で一番大切な、まあ、親の、ある意味で精神的な親ですよ。うん、でそういうことがあって、それでラマ教になってしまって、 で、ですので、あのチベットはあの1500年代までは多分日本にも劣らない、中国にも劣らない文明国家だった。だから例えばポタラ宮殿みたいに、あれ立派なものを作ったわけですよ。そうですよね、あんな、しかもこうすごく高地ですよね。でしかもあのポタラ宮殿の、これはね、あの幸いにして中国が調べてくれてるんですけど、ポタラ宮殿の屋根だけでも370キロの金を使ってるんですよ。でそれだけの財力どっから来たかっていう、でそれは一つはまあシルクロードを自由にチベットが昔ちょっとそのまあコース、あの通路だったから、もう一つは寄進ですよ。あ、中国人も含めてたくさんの人たちがあの寄進したから。なるほど。それであの立派なねポタラ宮殿できて、であの宮殿を作るあの建築の、まあ、技術、そしてあの中 の、 その仏型の技術、さらにその本当近くにね、あのチベット の、 あの医学と先生術の学校があったんです。はあれだってもう非常に歴史があるんですよ。でそういうことを考えると、あの私たちが約400年間鎖国政治を取ったのが良かったことは、第一次大戦、第二次大戦に巻き込まれなかった、巻き込まれなかった、うん、これも独立国家だから別にどこの国からも駆り出されることなかった、で、それが多分良かったことです。でそれとあの国内においてあの、まあ、高度な、うん、精神文化が発達したのと、それからあの芸術文学、これすごいですよチベットの。でそういうことがあの発達した。ただ一方において日本はあの1860年代になって明治維新ができた、はいはい、でチベットでもそういう動きがあったけど、まあ、残念ながらそれができなかった。ですからあの英国が悪い中国がそれをこう利用したのが悪い、はい、でもそれに抵抗できなかった我々も悪いと私は思ってるんですよ。だからといって、まあ、過去のことばっかり言っててもね、未来なくなるから、はい、これからの今21世紀にもまだね植民地を持ってるっていうことを中国は恥じるべきだと思いますよ。ああ、そしてそれを許してる国際社会もちょっと矛盾だと思う、うんうん、まあそれに
変えなければならない私たちの運命は、まあ、ある意味で私たちの先祖の人たちの行いの結果です。わあ、仏教的。だからなるほど、うん、でも、はい、だからといってね、これから20世紀はそのままでいいわけがないと、そうですね、と私は思う、はい、ですからまあ、中国政府は本当はむしろその誰の魔法は中国変ですよ。誰の魔法がチベット独立なんてあんまりおっしゃったことないんですよ、はい、まあ、私はの独立しかないとは思う。でも法のが決めたらもちろんそれにね手を合わせて従いますよ、うんうんうん、台湾独立とかって言って台湾の総統たちも独立と言ってないんですよ。勝手に中国が言ってる。あ、そうなんですね。台湾独立って言うと台湾の人怒ると思いますね、うん、だからその台湾独立っていうのは台湾が独立する資格があるから、でチベット独立も派がいるということは独立だったから、そう、なんかだから中国自身が本当はね、はい、一番チベット独立は国家的だとかね、でおまけに中国はもうあらゆるところに民族団結とかっていう団結がないからですよ、うんうん、あ、そしてその独立を認めないというのは独立あったから、あるいは独立になるべき国があるから彼らが独立と言ってる、うんうんうん、それは自己矛盾です。毛沢東は矛盾について多分本も書いてますけど、彼ら自身が一番矛盾を持ってる国です。まあそういうことで今日はちょっと、はい、この辺にしないとチベットのこと喋るとね、もうこの時間は止まらない、ね、はい、どうもありがとう、はい、ありがとうございました。